い、どうもこんにちは、劇団スカッシュのゆいやです。今日はね、いつも髪の毛を切ってくれてる川島さんが店長になって新しいお店を始めたということでね、髪の毛切っていきたいと思います。あ、いるな。ということでお店に入りました。おいおいおい、いや、あの、じゃあちゃんと新しいお店だからちょっと紹介した方がいい。いや、今いいよ今いいよ何してんの。いや、あ、そうっすか。そうだよ、ね、しかも漏れそうになっちゃった。じゃあ、びっくりした髪マジヤバくないですか。はい、カット前はこういう感じになってます。いや、歩くゴミですよ、これ本当に。で、こっからかっこよくなる。川島さんが撮ってくれた写真はこれです。カットしてみましょう。あ、すっきりしましたね。僕についてゴミでーす。これシャンプー代すごくないですか。そうなんですよ、高いやつ、高いやつ、一番高いやつ。言ってますよ、なんか高いあ、なんか楽っすね。楽でしょ。あの、今までのやつだともっと倒れるじゃないですか。もっと倒れて反るからね。はい、改めて俺おでこ広いですね。おでこだけモザイクかけようかな。川島さん、最近エロいことありました。え、最近エロいことありました。毎日エロいことばっかりです。いや、どういうエロガッパ、エロガッパってことですか、ね、エロガッパってことじゃない、エロゴリラってこと。こちらが店長のエロ声。ちょっとやめて、ちょっとやめて。頭に店長やっぱつけないと。やっぱあのリスペクトがあるので、店評判悪くなっちゃう。はい、完成です。いいっすね。何でしたっけ、モンブランカット。モンブランカット秋だから。秋だから伊賀さん考えたから。いやいや、今せっかく川島さんが考えた手にしたのに。俺が考えたモンブランカット。モンブランカット、ゴミをいっぱい取ってもらいました。いいっすね。いいっす、ありがとうございます。いや、気持ちが晴れますね、これは。はい、皆さんもよかったら、あの、こちらのお店に来てくださいね。よろしくお願いします。店長のエロゴリラさんが待ってます、ね、エロゴリラじゃないです川島です。店長さんです。はい、ということで川島さんに来てもらいました。ありがとうございます。川越のスペルさんの方にね、皆さんもカットしに来たら良いのではないでしょうか、ということでありがとうございました。よろしくお願いします。僕はこんばんは。で、そこ、あそこの信号を右にちょっとまっすぐ行って右側に、うん、ベーグル屋さん、埼玉で一番有名なベーグル屋さんが。そう、そんな、でもそんなハードル上げちゃダメ。東京じゃないから、やっぱ埼玉あたりでベーグルって珍しいんだから。いやいや、自分でディスってんじゃない。ありがとうございました。はい、バイバイ。みんなも来てね。はい、川島さんおすすめ。川島さんは食べたことないけどおすすめのバニトイベーグル。北海道産の小麦 100% らしいですんでね。これちょっと食べてみてから帰ろうかなと思います。はい、早速ゲットしました。食べてみましょう、見てみましょう。見た目はこんな感じです。うまそうだね。なんか焼きもろこしチーズ、それなんちゃらベーグルってやつです。めっちゃうまそう。ちょっと食べていきます。うまっ。うん、チーズたっぷり。あ、これめっちゃうまいわ。うま、わかるかな、この真ん中のチーズのところがさ、ジューシーな見た目でうまそうなんですよ。そこをいただきます。うん、うまうまい。うん、めっちゃうまいわ。ベーグル興味なくてもうまいっすよ。おすすめっす。甘い系もあったんですけど、もうしょっぱい系のベーグルうまいっす。焼きとうもろこしも入ってて、お腹にもたまる。おすすめの一品でした。僕からは以上でした。バイバーイ。